はい、おはようございます。沖縄おばばでございます。はい、パナさんここにいますね。ミケさんはおねんねでございます。はい、えーとですね、皆さんどうもこんにちは。あー、なんというかかんというかです。はい、えー、今日はね、日曜日でございます。一、えー、週間がね、ちょっと早いかなーって思います。はい、えーと、な、なんかね、こう、まあ、いろいろあるんですけど、はい、 え、ここに来てね、まあ、いろいろ、ここみちゃんさんとか、あと、武田教授さんがね、はい、えー、武田教授さんが、えー、まあ、揺れのことについていろいろお話ししてますよねー。えー、実はね、私もちょっとこれ思ってることがあって、実は来るんですよ、これ。私の場合、ちょっと観点が違うんですけど、あまりにもね、えー、日本人、はい。 日本人ね、あのー、自然壊しすぎです。はい。自然壊しすぎです。言ってる意味わかりますよね。あの、ちなみにね、あの、まあ、これ風水とか、もう関係あるっちゃあるんですけど、C の国がね、えー、なんで、えー、四川の省でね、あんなに頻発して地震が起きるようになったのか。あ、すごいですよ。はい。 えー、まあ大きな地震もあるんですけど、ちっちゃい地震なんかもうしょっちゅう起きてます。もう日本並みに起きちゃってます。それね、どうしてかっていうと、あのー、いわゆるダムですね。ダムをすぐ下に作っちゃったからです。はい。えー、自然壊しました。はい。えー、で、えー、地盤とかが変化しちゃうんですよ。ああいったものを作るとね、わ、えー、かりますよね。でね、えー、なんていうのかなもう、 おこみちゃんんががね首都直くくるるるって言ってて言ですけどもう一個の大きな原因はいえー、何千本も木を切ってねはいソーラーパネルを引き詰めるっていう計画があるみたいですねしかも最新じゃなくて古い型のねソーラーパネルはい最新のはあんなもんじゃないですからねもうすっごい性,あの性能いいんで えー、もうあれはもう利権が絡んでるとしか言えないんですけど、そういったバカなことをやってるんですよ。はい。でね、でね、はい。まだまだあります。自然を壊そうとしているということね。はい。えー、何千本もの木をね、えー、切ってって、しかもね、あのー、明治神宮のね、えー、一部の木まで切るっていうね、罰当たりなことも、 これ考えてるんですよ、東京とは。もうね、アホじゃないかと思います。はい。で、もう一箇所、重大なあ自然汚染。懸念があるところ、もう一箇所。はい。言います。はい。アルノプスです。アルノプスの、えー、汚染水ですね。それの放出です。これ計画してるようですけど、まあ、こんなことやってたら日本の神様怒りますよってことですよ。 はいえ。自然壊し放題でございます。しかもね、日本の海までね、汚そうとしてます。はい。えー、いくらね、薄めたからって言って、えー、ね、それ少量だったらいいですけど、少量じゃないでしょ大量でしょとんでもないですよ、これ。はい。自然の神様が怒ります。はい。 そういうことでございます。私の観点はちょっと違いますけど、来ますよ。だいたいね、だいたい本当なんか嫌な話なんですけど、なんでソーラーパネルをね、神社の敷地内のね、あの、木まで切って、敷地じゃないかもしれないですけど、まあ、まあね、明治神宮のね、一部ですよね、と言われているところの、 木も切るって言われてますよね。とんでもないですよ、これ、本当に。バチ当たりもいいとこですよ。はい。えちなみにね、えー、新の国の、まあ、風水がね、わかる方は、流脈だったんですよね、長江はい。長江っていうのは流脈、流脈だったんですよ。そこにダムを作っちゃって、流脈にダムを作っちゃってね。はい。あの、竜の体をね、えー、二つにね、 切ってしまったっていう、そういった話が出てまして、それでね、えー、あの周辺ですね、めっちゃくちゃ災害多くなってます。はい。まあわかりますよね、洪水があったりとかね、とんでもない災害ばっかり起きてますよね、あ,あの辺。まあ日本も同じです。自然壊しますと、はい、自然からね、はい、怒られますよってことです。反省してくださいということです。 まあ、とんでもないですね。はい。えーまあ、ちょっと別な観点なんで、これね、セカンドチャンネルにあげようかと思ってたんですけど、まあ、えへ、ー、まあ、いろんな方がね、まあ、地震のことについて最近言ってるんで、えー、ちょっと一言付け加えさせていただこうと思います。はい。そういった私はね、科学的な面からあ来る来ないではなくて、はい。えーそういうね、そういう自然壊しすぎっていう、そういう観点から、はい。 え、言います。はい。えー、まあ、木を切るとね、地盤も悪くなるんですよ。はい。木がね、根っこがこう張っててね、えー、地盤を固めてるっていうところがあるんですよね。それを切ってしまう、大量に切るっていうのはどういうことなのか。はい。えー、当たり前ですけど、地盤が、そこの部分はね、緩くなりますよってことです。はい。しかもね、切るのはね、神社の ねえ、一部までね、その木まで切ってしまうっていうことでね、ちょっとね、これはまずいんじゃないかと思いますよ。はい、えー。まあ、そうしたことは全然関係ないって思ってるんだとは思いますけど、ありますから、はい。まあ、都市伝説好きな方はね、わかりますよね。えー、古来からね、えー、まあ、天ちゃんですね、と、あの、恩の名字ですね。 はい。関係深かったですから。はい。今でも深いですよ。はい。まあ、ぬっの性の風はね、そういうことを全く考えてないみたいで、えー、スカイツリーとか作っちゃいましたからね。大事な結界だったのがあれで寸断されてしまいましたから。はい。えまあ、そういうことでございます。あそこにね、えー、なんか沖に行ったらしいですけど、マーテル先生が。でもね、それぐらいの そん、それ、たったそれだけでね、このカルマみたいなのは消せないと思います。はい。とんでもないことをやろうとしてますから。はい。これが、この計画がなければね、あるいは大丈夫だったかもしれませんけど、まあそういうことなんで、まあね、来ると思いますよ、私も。はい。 まあ、あとんでもないことを本当にいいしようとしてます。自然に対して。しっぺ返し食らいますよ。はい。えー、こういうことをね、聞くのは嫌な人は嫌かもしれませんけど。はい。えー、そういうことでございます。人間は本当にね、もうちょっと謙虚になってね、えー、自然に大自然に対してね、感謝の気持ちで、えー、共に生きていくっていう姿勢をね、 えー、作らないといけないのに、自然を壊すことばっかやってます。はい、ダメです。はい。えー、まあ、そういうことですね。みんな、あ利権ばっかりにしか目がくらんで、えー、ね、何も見えなくなってるということです。大事なことを忘れているということです。朝からすいませんね、こんな話しちゃって。はい。えー、今日ね、あのー、 ライブやりますんで、3時からね、いつものようにね、皆さんどうぞ、あのー、お誘いやって、えー、聞きにいらっしゃってください。よろしくお願いいたします。今日も元気にね、一日を過ごしましょう沖縄おばばでした